こんにちは、平山茂です。今日は8月4日、水曜日でございます。現在時刻は12時47分になりました。水曜日でございます。皆様お仕事お疲れ様です。本日も一日お仕事お疲れ様でした。本当にお疲れ様です。いや、週末まであとちょっとです。もう中日ね。はい。もう週末楽しみにしてる方もね、多いと思います。それまで頑張りましょう。耐えましょう、この暑さにね。大丈夫ですからね、大丈夫ですから、大丈夫だよ、君は大丈夫だ。そういうわけでね、今日は私はお休みです。今日は髪を切ります。だいぶ伸びました。髪をさっぱりしようと思っております。まあ、実際もう根元がもね、もう真っ黒でプリンの状態なんですけれども、まあ黒くするか、まあ、根元を茶色くするか、ちょっとまだ決めかねてますが、また今日もですね、僕の同級生がやってる、友達のヘアサロンでちょっと今日もバシッと決めてもらおうと思っております。この動画はないですね。iPhone 12に変えたみたいな。ああ、一応ね、昨日変えたっていう、変えましたみたいなっていうのはプチリニューアルですみたいな、はい、ちょっとリニューアルしましたっていう、見てる人には分からないかもしれないけど、そうそんな感じで変わってるっていうね。もう見てる方にはほぼほぼ分からないし、何の感動もないと思いますが、私にとってはもうとんでもないことなんですっていうのは、とんでもない変化っていうのは昨日の動画で、あ、もう見ることですよ、変わったっていう。そう。はい、髪を切りました。ちょっと分かりにくいですかね。ちょっと外出ましょうか。外で。よいしょ。このままちょっと外へ。手持ちで。ちょっとね、ちょっと、ということで今日も無事にいい休日を過ごすことができました。皆様もね、今日お仕事本当にお疲れ様でした。明日も引き続き頑張りましょう。明日お休みという方はね、いい休日を過ごしてくださいね。また明日お会いしましょう。平山茂でございました。ありがとうございました。それでは皆様おやすみなさい。また明日。眩しい。